ハロー YouTube でございます。今日ですね、キングダムですね、またちょっとキングダム分析したいんですけど、今日はね、漢騎軍の軍師について分析したいんですよ。で、漢騎軍の軍師っていうのは、まあ今写真が出てるマロンさんっていう人なんですね。マロンって言うんですけど、まあこれが漢騎軍の軍師って言って、作戦を立てるところなんです。作戦を立てる軍師っていうのは、戦いに、戦において戦略を練る人なんですね。これがマロンさん。で、まあ基本的にちょっと漢騎軍の最初説明しておくと、漢騎将軍っていうのは秦軍の六大将軍の一人で、秦国の中でも1、2を争うぐらいの強さを持ってるんですね。まあ個人的には戦略で言ったら漢騎将軍と王翦将軍が、まあキングダムでも最強なんじゃないかなと思ってるぐらいなんですね。そのぐらいまあ強い、まあ、戦略家の将軍なんですよ。そのまあ漢騎軍の軍師がこのマロンさんなんですね。ただし基本的に漢騎軍の戦略っていうのは全部漢騎将軍が考えるんですよ。なんで漢騎将軍の独断で戦いが進んでいくんですね。ですごいトリッキーな戦い方をして、誰も思いつかないような戦い方で圧勝するっていうのが漢騎将軍なんですね。今までねピンチになったこともないし、ほとんど圧勝なんですね。それは全部漢騎将軍の知略によるものなんですよ。なんで実際にこの軍師のマロンさんが何か戦いの戦略を考えるっていうことはあんまないんですよ。まあ基本的な、まあオーソドックスな戦略はマロンさんが軽く考えて、最終的には漢騎将軍の考えで戦っていくというのが漢騎軍なんで、マロンさんが大活躍っていうことはあんましないんですよね。でマロンさんのキャラクターとしては、基本的にマロンさんはあまり漢騎軍の中でも忠誠心が強い方ではないです。隙あらば裏切ろうとするような描写があるんですよ。なんでおそらく最終的にはマロンさんは漢騎将軍を裏切るんじゃないかなと思ってますね。マロンさんはね、基本的に自分の身が危うくなるとね、逃げようとしてしまいますから、いつもなんで、そこまで漢騎将軍に心酔してないというか、まあ漢騎将軍のメインメンバーの一人なんですけども、漢騎軍のまあライド将軍、国王将軍、ライドさん、あと林玉さんって言って、まあ、メインメンバー4人の一人なんですけども、その中でもとりわけ忠誠心があんまないんですね。なんでね、戦いで逃げようとしてね、ことが多々ありますね。で、まあ多々っていうか1回か、1回あって、まあ漢騎将軍に止められるみたいな、待てよみたいな感じでね、っていうので、そういうキャラですね。あまり活躍するしとかじゃない。で、漢騎軍の、お料理隊長です。漢騎軍でね、料理を作ったりしてみんなに食べさせるという役割があります。馬肉の黒胡椒マロンあえだっけな、なんかそんな感じの料理を作ってましたね。で、ライドさんがうまいうまいって食ってましたけど、っていうような感じで、まあ基本的にね、まあキングダム1位と言っていいほど戦略家の戦の天才の漢騎将軍の下に働いている軍師なんで、まあ軍略としてはそんなに出番ないです。しかも漢騎将軍っていうのはね、軍略とか戦いとか軍隊とかそんなもんどうでもいいみたいなことよく言ってるんですよ。そんなもんよりも勝ちゃいいだろうみたいな感じで、漢騎将軍独自の戦い方なんで、そういう軍略とかそういうもんじゃないってことなんですよね。
なんでマロンさんに関してはそういうポジションです。はい、ということでね、今日はあの秦軍の六大将軍一人、漢騎将軍の漢騎軍の軍師マロンさんについてちょっと分析してみました。何かねコメントありましたら何でもください。はい、よろしくお願いします。